もう一回打って。いや、これ強くない？でも25か、確かに高いもんな。てか精度よ、精度。はい、どうもフリッチです。今回もですね、レインホールやっていきましょう。さあ、前回ね、だいぶ激戦でしたが制しまして、今回ですね、アップデートがね、やってない間に2、3回ありまして、追加でユニットがね、増えました。ありがたいことにね。まずね、このチャペルからニューヒーロー、ウォープリスト。お金がないですね。で、もう一つ、新しいユニット、チャペルナイト。私の中ではね、ナイトってこういう教会とか修道に属しているものだと思ってたんで、これイメージ通りのね、いいナイトですね。これはね、まあ、かなり強い近接系のユニットで、特にあのスケルトンに有効みたいですね。でもこれ今更いらないですが、まあ戦うね、この教会の人ですね。で、もう一つ増えまして、これ。キャノンですね。遠距離がまた増えたんですよ。これいくか、維持費がね、すごく高くて25。ナイトよりちょっと高いと。まあちょっとハイね、コストですけど、作ってみましょう。なんでね、ちょっと弓1個解雇してみましょうか。してみるおかしいか。しましょう。いや、どうしようかな。遠距離結構大事で、弓、結構2方向から来るんで、弓部隊とこいつ1体分けて使おうか。距離もわかんないしね。で、最近ヒーローが死にがちなんですよ。あとね、前回まあ、気づいてなかったですけど、騎兵も死んでいたんで、ちゃんと見ていきたいなっていうところありますね。その、被害の報告は特にないのでね。これくらいかな。追加。あとね、なんかバトルテスターモードっていうのが増えて、自由にね、ユニット出して戦えるんで、ちょっと、他でやってみたいですね。あとはまあ、ニューヒーロー待つか。マーケットなんかある？木ですかね。食料もちょっと売ろう。これくらいだね。で、まだね、ユニット増やせるんで、11でしょ、今。ナイトかな？ああ、そうだ。ここのナイト作ろう。お酒使うって大事ですね。大事、ちょっと難しいですね。この剣がね、いるんですよ。どこでしたっけ？このストップは木だよね。あ、これか、あるね。鉄があんまないですね。アイアンマン1個しかないね。ダイアンそのものがそうないので、てか、周りにね、家とか置いちゃってるんで、ここかな。取りましょう。まあ、取ったらね、売れるんで、それだけで価値ありますからね。もうできるよ、そろそろ。ちょっとね、今回ボス戦なんで、ボス戦1回で終わりにしたいんでね。まあ、時間使っていきましょうか。ちょっと、ウイジンも行きたいですね。ただ、ナイトも待ちたいと。ウイジンは、ここかな？ちょっと多いな。よし、開けちゃって。敵弱いんでね。ナイト。と、こいつで行こう。5人か。どんな感じなんだろう。多分この建物ありますよね。このボンバータワーか。これと同じ系統だと思うんですよね。で、そう、このタワー系って維持がね、ほとんど変わらないんで、置くならやっぱこうだね。2000ある。よし、作ろう。ウォープリースト。
や、高えな。高い高い。家強化していくか。お金がないんで、一回家作ろう。お金がないときにすることはね、家を作ることですね。範囲的にもうダメだな。ここも家、道がつながらないんで、孤立した家ですね。になっちゃいますけど、まあ、ちょっとこっちもね、作りますか。で、来たかな。あとあいつだけ。ああ、いるね。多分この辺で届くんで、遠距離系のユニットって遅いんですよね。まあしばらくしたら行きましょう。で、なんかウォーロードかなの AI がね、ちょっと良くなったみたいで、よりうまく戦うみたいですね。今まではね、一番死にやすいユニットだったみたいで、それが改善されて強くなったっぽいですね。ただ一番好きなユニットなんで自分で使いたいですけどね。井戸はここかな。ここだな。チャペルの前にね、なんか人がいるみたいなんですけど。あ、こいつ祈ってますね。ちょっと聞きに行こう、後で。まずね、来てもらおうか。で、待てよ。範囲に入ったらね、戦います。見ときたいな。ナイトでいけるでしょ。一回見ましょう。入りましたね。ではテンプラーで見ましょうか。おお、もう一回打って。え、これ強くない？でも25か、確かに高いもんな。てか精度よ、精度。ちょ、いきますね。はい、みんな。お、来たのかな。結構硬いな。一回離れましょうか。打つのはね、大体10秒に1回くらいですかね。ちょっと近づくか。あんまり連射できないですけど、複数いたら強いかな。ちょっとね、雇うか考えましょう。でもこいつ戦ったことあるし、硬いだけなんでね、とりあえず見とくか。まあこいつのね、戦力は分かりましたね。まあありかな。弱い敵に対しては強そうですよね。爆風があると思うんで当たってくれそうですよね。これ鉄か、あ、いいですね。では帰りましょう。で、どれだ、なんでいるんだ。来てもらおう、来てもらおう。やることはね、まだまだありますからね。チャペル、ここに置くか。ここに置けばね、入りますね。一個釣りかな。来ました。ちょっと使いましょう。一応ね、戦闘系ですね。これはあれか、あの範囲にドカーンってやるやつだよね。うわ、神のね、おぼし飯ですよ。で、これがね、
なんだっけ、教会のナイトですね。かっこいい、強そう。これいいな。メイス持ってますね。キルガッデイヤット。ウォールド系だね、やっぱりね。いいね。あ、帰ってきた。維持費は21勝か。HP もね、そう変わらないんでね。特徴がね、わかんないな。多分同じでスケルトンとかに強いんでしょうね。お酒か。一応ね、あと1で増やせますけども。一回閉門しよう。どうしようかな。こいつもありですね。こいつの場合ね、剣がいっぱいいるんですよね。で、まあ、それまでは、ボンバータワー作ろう。置き換えていきますか。バリスタからボンバータワーへですね。ここはもう置いてあるんで、この2つをどうするかですね。あと6分か。ちょっと編成決めとかないとな。こっちが王の部隊ですね。で、こっちがね、精鋭部隊ですね。ナイトちょっとあれか。もうこいついますからね。シャペルナイト。お酒あと1なんですけどね。来ないな。よし。これも追加して。もう足りますね。あと家の強化していけばいいかな。よし。まだ家を切るぞ。そう大きく稼いでいきますよ。234。剣も足りない微妙なゾーンですね。剣は作ろうか。作ろう。何かやっぱ作っとかないとね。敵が多いので。スケルトンいます。カタパルトもいますね。騎兵がいるな。銃使いたくない。使いたくないな。とりあえずこれ置いときたいな。あ、ここいいね。撃っても狙われないかな。ここあるんですけどね。2つ構えましょう。で、次ここですね。ここは変えようか。攻められたんですよね、前回ね。これは大砲にしますね。ちょっともう時間なので、騎兵と騎兵集中運用とかありかな。20なんでナイトですかね。お、お酒増えた。あれ、これ関係ないな。止めとくか。一瞬じゃできないですからね。いや、作ろう、作ろう。よしよし。負けるよりかはもう、全力でいって負けよう。構えましょう。さあ、こんだけやっても収入はね、ありますからね。でも家置いたね。やっぱ二重とか大事ですよね。敵に備えましょう。
ちょっと気持ち悪いけど。侵入許すくらいならね。ゲート以外固めとけばいいのかな。よし。ではね、もう戦いに向かいましょうか。真ん中にいますよ、一応ね。さあ、ボス戦です。うお。近い。近いぞ、それは。すぐ入りそうですね。一回止めましょう。北にスケルトンっぽいの位置。ほぼ、ほぼ、東ですね。ほとんど東ですね。逆に、まあ一応、あれは、じゃあ、二部隊くらい残すか。あいつは弱いんで、まあないと。一人をね、向かわせましょう。まず動いてるのがね、すぐ近くのやつなんで、迎撃に向かわないと。急げ急げ。大砲のギリ外だね。ああ、ちょっと強化しておくべきでしたね。奴ら来るんじゃないかな。ちょっと一回待ってね。ボスがね、動くと思うんで、遠距離置いておきましょう。私じゃあ何使おうかな。せっかくなんで、じゃあここはね、ウォープリースト行くか。さあ、右下のあのミニマップを見つつやっていきますよ。もちろんね。範囲すごいな。あ、これ間違えた。まずこいつ倒そう。他行くか。まずその方倒してあっちに行くようにし仕向けましょう。突進、突進ね、結構敵に当たってもいけるんで強いですね。あー、倒しちゃったか。終わったでしょ。撃ってますね。ちょっと待ってね。今かな、終わるんすよね。ちょっと待ってね。結構食らってる。特にこれソーセレス食らってるんで一回引きましょう。で、来てるんで行きますね。来てるんでっていうか、もう立った後ですけどね、割と。ここにいればいいんじゃないかな。ゲート壊してそっから行くかな。開けといて、ここでね、待ち受けよう。交戦してますよ。2対1なんで、まあ、負けないでしょ。やつは多分こっから来ると思うんで、食らいすぎてる部隊はないかな。割と食らっちゃってますけど、こいつやりに行くか。タイミングとしては、ちょっと待ってね、もうちょっと前に出して、全軍でいきますね。で、私はちょっといつでも回復できるように天ぷらでいきますね。よし、みんな行くぞ。敵は目の前。かっこいい。動きが早いな。回復しときましょう。ソーサス引いてるんで他のヒーローは大丈夫ですね。よしよし、倒していく。あいつね、動きが早いな。一回ちょっと奥のスケルトン行こう。いいや。スケルトンいいや。
遠距離からつくつくつく。おお、ナイス。で、ああもうなだれ込んでますね。行ってもらいましょう。そう、ここでパラディン。終わってるな。あとあれか、奥ですね。うわー、かなり倒しましたね。強かったな。操作ですがね、体力が低いというか、基本やっぱ近距離攻撃するんで危ないですね。あ、忘れてた。こちら忘れてた。出したのにな、もったいないね。さあ、ボッコボコ。遠距離がね、だいぶ効きましたね。さあ、勝利しました。次はね、堕落したロード。終わりなのかな。なんかウェーブ16かどっかで終わりっぽいんですよね。で、とりあえずそのための準備もしていきましょう。もう敵はね、いないんでね、マップにあと1体しか。あいつはいずれ討伐しに行こう。軍はね、大体決まりましたね。あと1部隊しか雇えないんで、それはね、何にしようかな。ただ確かね、雇ったらなんかどっかに留まるみたいで、上回った部隊はね、ちょっと上限超えて雇っておくのもありかなと思いますね。何？ゲート壊れてないけど死んだ？敵死んだ普通に。これが効いて死んだ可能性ありますね。で、ちょっと北のね、大砲が破壊されたくらいかな。石がない。まあとりあえずそれはいいや。結構固まってたんでやりやすかったですね。敵がね、固まれば固まるほどやりやすいっていうね、とこがあるので。だってこっちね、集中運用した方が強いですからね、明らかに。さあ、とりあえず今回はここまでにしていきましょう。さあ、結構もう敵がね、雑魚ですけど、すごいですね。スケルトン軍団やね、ナイトとか、いっぱい来ますね。また次回続けていきましょう。